ベン・スティラーはアメリカ合衆国ニューヨーク・シブルックリン出身の俳優、映画監督、脚本家。父親は俳優のジェリー・スティラー。母親は女優のアン・メイラ。両親ともにコメディ俳優である。姉のエミーも女優。10歳の頃から映画を撮り始める。カリフォルニア大学ロサンゼルス校を退学した後、1986年に劇作家。 ジョン・グエアの人気作、青葉屋に出演するチャンスをつかみデビュー。その後、パロディ短編がサタゲーナイトライブで放映されたのをきっかけに、同賞に出演するようになる。1990年代の初めには、MTV でザベン・スティラー賞を持っていた。1994年に監督、出演したリアリティバイツでは、 ジェネレーション X 世代の現実を描いた作品として高評価を得たが、その後は俳優、監督の両方ともコメディに軸足を置いた活動を行っている。子供の頃からスタートレックの大ファンで、1996年のスタートレック30周年祝賀式典では自分から頼んで出演し、スピーチした。2010年、ペントハウスの撮影中1998年の メリーに首ったけと2000年のミートザペアレンツの大成功によりアメリカは元より日本でも人気スターとなる。同時期に GQC やハリウッド .com などとのインタビューで双極性障害を患っていることを告白したが現在ではあれは冗談だったと前言を撤回している。彼はこれまでにジャニーン・ガラファロー、キャリスタ・フロックハート、 アマンダ・ピートと交際したことを認めているが、2000年に女優のクリスティン・テイラーとハワイで結婚した。二人は、ズーランダーとドッジボールで共演している。二人の間には2002年に娘が、2005年に息子が生まれている。講子ともに、オーウェン・ウィルソンと仲が良く、スティラーが監督した、ズーランダーやウィルソンが脚本を担当した、ザ・ロイヤル・テネン・バウムズ、その他にも、 ナイトミュージアムなどの作品で共演している。また、二人が共演した作品はいずれも成功を収めている。スコットランド出身のロックバンドであるトラビスの長年のファンであることを公言しており、同バンドのシングルクローサーの PV に出演している。スーパーマーケットを舞台にした、この PV にはバンドのメンバーそれぞれが店員役で出演。 熊の着ぐるみを着た店のマスコット役のフランヒーリーが歌い始めると買い物客や彼らの弾くカートも加わってマスゲーム風のダンスが繰り広げられる通路ではドラマーのニール・プリムローズが買い物客と共にダンスに興じるが店のマネジャー役のスティラーが現れお楽しみが中断されるという流れとなっている民主党の支持者であり2004年の大統領選挙ではジョン・ケリーに 政治献金を送っている。その後、2008年の大統領選挙の民主党候補として当選したバラクオバマを支持していた。ありがとうございます。